皆さんこんにちは、ルイです。今回は新しく登場した七瀬と国神の性能について話していきたいと思います。七瀬も国神も無課金美課金勢でも戦力をかなり伸ばしやすい特殊能力を持っていて、しかも最新の凛のように初期ステータスがめちゃくちゃ高くなっていますね。とりあえず母体を確保さえできれば、新トレーニングでイベステ編成を組んだりネクストステージを使えばめちゃくちゃ戦力伸びると思うんで、母体入手頑張っていきましょう。七瀬と国神の最強編成や対人編成については本日18日の17時にアップ予定です。今回どちらも限定ではなく工場キャラになっていて、開催期間10月31日の23時59分までとなっています。初回無料ガチャは10月19日の11時59分となっているんで、忘れないように必ず先に引いておきましょう。それでは新キャラ七瀬の性能から見ていきたいと思います。まず母体成長率はスピード 81%、 賢さ 49.5%、 スタミナ 42%、 他 30% となっていて、初期ステータスは凛のようにめちゃくちゃ高くなっていますね。スピードに関しては最初から12万も持っています。そして練習能力は初期スピードアップ、練習時スピードアップ 30%、 練習時賢さアップ 15%、 レクチャー率アップ 50%、 全力シャトルランジエクストラボーナス5段階 35%、 常時スピードアップ 10%、 スキルレベルアップ5、練習時スピードアップ 20%、 スペシャルレクチャー時ボーナス 140% となっています。今回もレクボ 140%でめちゃくちゃ性能高いんですけど、注目するポイントとしては、今まではエクストラボーナス2段階までだったんですけど、今回なんと5段階となっています。5段階も上がれば 999% になりやすいと思うんで、今後リミットブレイクの練習能力もかなり大事になってきそうですね。そして練習メニューカードは無凸で全力の白紫、65レベルで全力の白赤金カード、レベル100で全力の七瀬カードと、ポジティブシンキングの七瀬カードとなっています。この新しい七瀬カードの内容は、コンディション消費は大きいが、エクストリームアウェイクニング中はコンディション消費なしで練習実行可能、金カードの14倍のステータス上昇で1段階のエクストラボーナスが発生し、確率で金スキルや2ターンの延長権利、スピード賢さ上昇量プラス480のインスピが獲得できます。今までと違う点としては、エクストラボーナスもついていて、さらに確率延長の延長の数が1ターンではなく2ターンになっていて、ブーストポイントめちゃくちゃ稼ぎやすくなっていますね。そして特殊能力なんですけど、なんと7個も持っています。まず1つ目が専用スキル獲得時にスピード上昇量プラス480のインスピ、そしてコンディションアウェイクニング延長2ターン、これがレベル100になるとインスピスピード1600になって、ターン延長さらにプラス2ターンで合計4ターンとなります。2つ目は新トレーニングに挑戦時、育成レベル100の場合、コンディションアウェイクニングに突入、そしてターン延長権利5ターン獲得。3つ目はアディショナルタイム最大2回まで発生し、最大4ターンの延長権利が獲得できます。4つ目はサポートイベント理解できる範囲発生時、インスピスピード賢さ上昇量プラス720とコンディションアウェイクニングに突入。5つ目はサポートイベント七瀬のエゴ発生時、スピード賢さ上昇量プラス720のインスピと延長権利2ターン獲得。6つ目は新トレーニングで育成選手に七瀬を編成、そしてサポート選手に一番新しい凛を編成することで、トレーニング序盤でサポートイベントもったいないが確定で発生し、スタミナ4000万上昇となっています。そして最後は特別休息、トレーニング1回目の休息で確定で発生し、コンディションがアウェイクニングに突入、レベル65以上で1ターンの延長、レベル100になるとさらにプラス1ターンで2ターンの延長権利もついてきます。特殊能力めちゃくちゃ多いし、延長やアウェイクニング、そしてインスピめちゃくちゃ取れるようになっていますね。さらに七瀬育成時に凛をサポート枠に編成することで、トレーニング序盤からスタミナ4000万上昇するんで、新トレーニングだったらこれが2倍、さらにイベントステータスアップ編成を使えばとんでもないぐらいスタミナ上昇してくれますね。続いてトレーニングスキルなんですけど、常時スピードアップや全力シャトルランジスピード獲得量アップ、そして常時賢さアップ、イメージトレーニング時
賢さ獲得量アップが大量に追加されています。しかも今回は 60% や 90% がかなり追加されているんで、七瀬を編成に加えてトレーニングスキルを発動することで、今までよりもコネクトスキルかなり強くなって、戦力めちゃくちゃ伸びやすくなりますね。以上が七瀬の性能でした。続いて国神の性能を見ていきたいと思います。国神の母体成長率はフィジカルが 81%、 スタミナ 54%、キック 37.5%、 他 30% となっていて、初期ステータスも七瀬と同じようにめちゃくちゃ高くなっています。練習能力は初期フィジカルアップ、練習時スタミナアップ 15%、 練習時フィジカルアップ 30%、 常時フィジカルアップ 10%、 筋トレマシンエクストラボーナス5段階 35%、 常時スタミナアップ 10%、スキルレベルアップ5、スペシャルレクチャージボーナス 140%、 常時フィジカルアップ 10% となっています。新しい国神も七瀬のようにエクストラボーナス5段階を持っていて、成長率フィジカル 81% とかなり強くなっていますね。練習メニューカードは無凸で筋トレの白赤カード、レベル65で筋トレの白緑金カード、そしてレベル100で筋トレの国神カードと対ブルーロックマンの国神カードが解放されます。新しい国神カードの内容はコンディション消費は大きいが、エクストリームアウェイクニング中はコンディション消費なしで金カードの14倍、そして1段階のエクストラボーナス、確率で金スキルや2ターンの延長権利、フィジカルキック上昇量プラス480のインスピを獲得することができます。こちらも確率で2ターンの延長権利ゲットできるんで、ブーストポイントかなり稼ぎやすくなっていますね。そして特殊能力はなんとこちら8個持っています。1つ目が専用スキル獲得時フィジカル上昇量プラス480と、アウェイクニングに突入とターン延長2ターン、これがレベル100になるとフィジカル上昇量プラス1600と、ターン延長さらに2ターン増えて合計4ターン獲得となります。2つ目は国神がレベル100になって新トレーニングに挑戦すると、コンディションアウェイクニングに突入とターン延長権利5ターン獲得することができます。3つ目はアディショナルタイム最大2回まで発生し、最大4ターンの延長権利が獲得できます。4つ目はサポートイベント、目指すは完璧な再現発生時フィジカルキック上昇量プラス720とコンディションアウェイクニング。5つ目サポートイベント、理想と現実が重なった時発生時フィジカルキック上昇量プラス720とターン延長権利2ターン獲得。そして6つ目は新しい国神を育成選手に編成し、サポートカードに国神&ちぎり編成時トレーニング序盤で確定でサポートイベントが発生し、キックのステータス4000万上昇。そして7個目は育成キャラに国神を編成し、サポートカードにここで終わったんだを編成するとトレーニング序盤でサポートイベントが確定で発生し、キックさらに4000万上昇。つまりサポートカードに国神&ちぎりとここで終わったんだを編成すれば、キック8000万上昇ということになります。最初からキックが8000万ってとんでもないことですよね。キックの成長率 37.5% ぐらいあるんで、新トレーニングでこの特殊能力が発生したら最初から1億超えますね。そして最後8個目は先ほどと同じく特別休息となっています。七瀬、国神、どちらも今までとは違った特殊能力を持っていたり、練習メニューカードもターン延長が2ターンになったり、練習能力もエクストラボーナス5段階になったりと、今回はかなりパワーアップしたキャラが出てきましたね。先ほども言いましたが、無課金美課金勢でも母体を入手すればかなり戦力伸ばせると思うんで、無料ガチャやゲリラガチャで頑張って七瀬や国神狙っていきましょう。トレーニングスキルはフィジカルやキックに関するものがかなり追加されていて、こちらも 60% や 90%、 さらにエクストラサポートカードとの組み合わせでは筋トレマシン時フィジカル獲得量アップ 120% と、めちゃくちゃ強いトレーニングスキルが大量に追加されています。そして最後なんですけど、新トレーニングに自動トレーニングがついに実装されました。新トレーニングはトゥーザワールドとは違って結構1回の育成が短いんで、そこまでストレスはないと思うんですけど、新トレーニングって強いインスピが強いカードについて、そしてブーストボーナス ×4 を引けるか、 999% をそこで引けるかという、結構運要素で上振れの幅が変わってくると思うんですけど、自動トレーニングをすることによって試行回数を増やしていけば
もしかしたら手動よりも戦力伸びるかもしれないんで、ぜひ皆さん新トレーニングの自動トレーニングもやってみてください。ちなみに時間はトゥーザワールドと同じく8時間みたいですね。以上が新登場の国神と七瀬の練習能力や性能についてでした。皆さんの初回無料ガチャの結果、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。